って、今、京橋っていうところに来てるんですよ。で、京橋に来た理由は、なんかその、大阪の人に聞くと、やっぱ京橋ってちょっとディープなところで、で、ご飯屋さんもあって、たこ焼きも売ってるだろうってことで、まあ一応京橋に来させていただきました。あんまり配信で京橋って来てないよね。そう、アングラーな感じなんですよ。で、京橋のアングラー感をちょっとこう配信しつつ、ね、そっからなんか大阪城に移動して、で、まあ夜更けてきたぐらいから道頓堀に行って、ちょっとディープな感じを放送できればなと思っておりますんで、お楽しみいただければなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。まずさ、たこ焼き食いてんだよ。やっぱり大阪って粉もんなんで食べたいんだ。ほっかほっか弁当じゃないですか。最近 SNS でバズってるほっかほっか弁当だよ。料理系 YouTuber のリュウジっていう人がほっかほか弁当のレビューして、それに対してほっかほか弁当が、まあ、レビューありがとうございますみたいな、よかったら一緒にコラボレーションしませんかみたいなので SNS バズってたよね。リュウジも間違えてたよね。ほっかほか弁みたいな、ほっかほっかなんだよね。ほっかほっか、意外と間違える。ドンキホーテも間違える人多いんだよね。ドンキテンじゃないからね、ドンキホーテだからね。ドンキホーテ。おい、さっきのなんかいかついやんちゃん手出してきて何にもしなかったら下打ちされたぞ。さ、いきなりなんか大阪の洗礼浴びてるわ。そう、なんか手出してて多分ハイタッチしたかったんだと思うけど、無視したらなんだあいつだよとか言って切れてた。酔っ払ってんだろうな大阪の洗礼だ。いや、大阪ってさ、めちゃくちゃ楽しくてめちゃめちゃご飯美味しくてめっちゃディープでいいんだけど、なんかその独自のお笑いを押し付けてるところちょっとない？お前なんかちょっとノリ悪いよねみたいな、え、お前何そんなに分かんないのみたいな、ちょっとあるじゃん、ね、だからね、好きな人はめっちゃ好きな街だけどね、苦手な人は苦手な街だよね。あの、人を選ぶ街だと思う。俺は好きだけどね。だけどハイタッチしなかったら下打ちされるのは初めてだな。怖いわ、そんなことあるんだ。なんか日健君みたいな顔した人にさ、ヘイとか言われてさ、多分クソ配信者だと思われたんだろうね。正解だけど。あ、でもゴミ持ってんすよ。あ、じゃあ、いや。今ゴミ持ってすみません、本当に。石川のりさん。あ、そうです。あ、そうです。また、はい。安子、安子じゃない。いやいや、すごい。頑張ってください。ここ美味しいです。あ、本当ですか。あるです。大阪のノリいいね。大阪のノリいいね。ゴミ持ってたら、じゃあいいや、おもろいね。これ駅のどの辺なんだろう。なんかさ、京橋って言ったらさ、これ多分知ってる人いるかな、多分こんなような景色だった気がするんだけど、今から20年以上前にその京橋のマンホールの蓋のゴキブリをなんかほじくり出すみたいなオフ会があって、2チャンネルで大バズりしたっての知ってる？そう、すげえ昔、20年ぐらい前に京橋オフってのがあって、なんかマンホールの下になんかプシューとかなんかスペレかなんかでふっかけて、そしたらあの穴から大量にゴキブリが出てきて、その京橋の商店街あたりがなんかもう大騒ぎになったっていう。そう、見たことある。なんか20年ぐらい前だと思う。あ、たこ焼き屋やってる。あ、でも閉まってるわ。動画で見たことある。京橋は何、風俗の街なの？タイ古式マッサージだって。タイ、タイマーありますか？タイマー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 、今挟んでませんか？これ大丈夫ですか？これなんかあのよからぬもの挟んでませんか？安くていい風俗もある。へえ、あ、分かったわ。なんかチロ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 、え、あ、こんばんは、こんばんは。そうだ、これのせいだ。そうだわ、さっきからなんだろうと思ってこれだわ。俺頭につけてたわ、俺忘れてた。そもそもこれそりゃ目立つわ。これだわ、京橋一番街ってのがある。京橋一番街、これが駅？蒸し暑いな今日。全体的にディープだけどね、大阪ね。いや、赤信号で渡る人多すぎね。赤信号で渡る人多すぎやろ。おいおい、ボディコン姉ちゃんばっかいるじゃねえかお前。これ京橋一番街、何これ、そういうエリアな？グランシャトーってある、さっきコメントにあったな。これ何これ、グランシャトーって。エンジョイ&エキサイトって書いてあるよ。ゲームセンター、あ、地球ゲームセンター、すげえ、なんか明るい、いいね。おい、なちょっとエッチに見えるんだけど、ゲームセンターなんだね。シャトー X って書いてある。左はエロビル、これ、これ本当だ、なんかイブモーションって書いてある。エロビル、おい、日本人のおっさんがあの脇をおそらく海外の方であろう女性の人にクレベル張りに締められて中から出てきたぞ。あれ絶対引っかかったんだろうな。クレベル張りに締められてなんかグイーみたいな感じで奥から引っ張られてなんか出てきてたけどね。
捕まったな。社長さん、社長さんみたいな感じなんじゃない。今京橋東商店街って書いてある。これ T シャツなんて書いてあるんですか。あ、ダッシャス。ダッシャ、はい、ダッシャス、ダッシャス。なんか意味あるんですか。あ、僕のあの掛け声みたいなもんです。あ、響き的に。そうです、頑張るぞみたいな、ダッシャーみたいな。 ありがとうございます。 YouTuber です。まあ配信者ですね、配信。あ、ダッシャー、ありがとうございます、ダッシャー、ダッシャー。どっから、どっからもうやっぱいいやつ。いや、ノリいいよね。いや、あの関西のその特に大阪のいいところの一つとして、飲食店が配信許可ね、くれやすい。うん、結構ノリでいいよいいよって言ってくれて、配信しやすいんだよね。それはいい。全国の中でもトップクラス、配信許可が取りやすいですね。配信はめっちゃしやすい。え、人が倒れてる、エッチなお店の前。え、クレイジーホースの前に、クレイジーホースの前にクレイジー人間が倒れてましたね。まだ9時45分なのにもう出来上がっちゃってんだね。15時ぐらいから飲んでるよ。自由な人ばっかだね。15時ぐらいから飲んでんだ。たこ焼きは国道方面にある。全く分かりません。土地勘ゼロです。感覚で歩いてる。この辺にあるだろうみたいな。絶対ないね、これ。スナック通りでしょ、これ。こういうの、こういうの、もうスナックだもん。これ昔さ、なんか聞いたことあるんだけどさ、こういうスナックでさ、人の名前の入ってる店っていうのはなんかボスがいるらしい。ここは俺の女の店だぞみたいな。そう、明美とかだったらなんかいるみたいよ。人の名前のスナックっていうのは男がいるって。本当かどうかは知らない。ちょっと待って、あれある、あれたこ焼きでしょ、あれ、あれ光ってるやつ。まず1個目、お好み焼きとか焼きそばもあるじゃん。あ、焼きそばいいな。こんにちは。焼きそばとたこ焼きを6個入り、ソース、はい、はい、安っ。焼きそば持ってて500円、台で500円だから、ね、はい、ありがとう。はい、いただきます。立ち飲み庶民って書いてある。立ち飲みいいね。ねえ、雰囲気いいね。すごい昔ながらディープだね。ここはもう海外の人ばっかり、うん、あら、バー、お姉ちゃんのところもあって、ねえ、その横にはまた居酒屋、お母さんがやってるような。あら、なんだこれ、すごいな。これ入り混じってやがる。焼肉味一、年季入ってる。すげえディープだな、すげえディープだな。全部行ってみたいわ。味のあるお店ばかりね。え、ホルモン特一、安っ。ほとんど3桁やん。これが大阪の自販機、50円から激安。西成じゃなくてもあるんだぜ。サンガリア、やっぱサンガリアだよね。そう、サンガリアね、よくあるんだよ、こういうね。うん、80円。コーヒーがコーヒーの味しねえんだよな、サンガリアな。おい、向こうにもたこ焼きあるやんけ。マジかよ。食べ比べ、まあ、6個しか買ってないから多分いけるわ。こんばんは、すいません、たこ焼きの6ケ、はい、で、味はうま塩で、はい、はい、ありがとうございます。はい、食べます。じゃあまず焼きそば食いたいかも。あー、いい匂いする。どうしよう。うまい。なんかちょっとこう濃いめのソース、麺うまいわ。うん、おいしい。ジャンボのたこ焼き6個400円、安っ。あ、うまっ。中トロトロ。なんか有吉とかマツコデラックスとかがたこ焼きとかお好み焼き大阪味同じだろうみたいなこと言ってる切り抜き見たことあるけど、バカ言えって感じだよね。違うから。このふわふわの出汁が、あのふわふわのね、この生地がね、出汁が効いてるんだよ。うん、マジでうまいんだよ。あと、たこ焼きって本当に上手に作らないと、自分で作るよりね、買った方がうまいよ。うん、
たこ焼きは。ちょっと噛みましたけど、うまい。これよ、このたこ焼きが埼玉には売ってないんだよ。このだしのたこ焼きが売ってないよ。うん、大阪府警来ませんように。あ、何も悪いことしないじゃん俺。でも前なんかリスナーがいたずらで大阪府警になんか通報して、なんか俺がスタンガン持ってるとか言って嘘ついて、カバンの中をまさぐられたことある。めっちゃ切りられて、お前見せろとか言って、何ですかってカバンに入ってんだろスタンガンって。で、入ってないけど大阪の警察官ちょっと怖いよな。うまい。なんだろう、だしとかつお節、生地がうまいんだよ。なんつっても味もそうだけど生地がうまい。ラーメンでいう麺がうまいと一緒。うん、生地に味があるんだよ。埼玉の普通のたこ焼き食べると生地に味がなくてソースでごまかしてんだ。ソースで食うみたいな。確かにソースで食うもんだけど、たこ焼きは生地がうまいんだよ。うん、食ってて、あ、いいね。いや、たこ焼き何個食えるかな。今ここで12個でしょ。もう1個あるから、おっか。大阪城を見て南行く。行けたら西成も行きたいな。遠いかな。まあでもいいか。夜ってさ、飛び立って歩けんの。夜もダメ。西成大丈夫。何かあったらタカシーが助けに来てくれるよ。タカシーったら、なんやーとかって来るよ多分。タカシー西成に住んでるから。いろいろ歩いて回ろう。2つ目、テコヤ。テコヤ、うん、うまいわ。踏み切りようになるね。うまいけど結構粉もんは腹にたまるね。大阪城、あ、おしっこしたい。マジでしっこできるとこあるかな。いいね、人あんまいなくて。もう川にしちゃダメだこれ。川にね、どこ、マジでトイレ、マジでちょっとマジでおしっこ行きたい。どっち、もっと奥、なんか駅っぽいのがあるぞ。間を右手に行けば右なの。こっち、あべっこ、え、本当にこっちトイレあんの。え、上じゃないこれ。上にトイレマークあるけど、あれ入れんの。あれでも入れないでしょ今の時間。もうちょい先の右側。熱いし、しかもクソが、マジで。お手洗いのマークがある。どこ、いや遠いてマジで。え、ちょっとアイス売ってる。たこ焼きのジャンボからモナカのジャンボ。ふぅ、血糖値がぐんと上がって倒れちゃうな。そうそう、先トイレ行かないと。どこトイレ、マジやばいて、遠すぎる。あー、もう、あ、ダメだ。金玉の裏側痛くなってきた。金玉の裏側が痛くなってきた。もうなんか金玉も裏側なのに、金玉の裏側ってどこだよ。金玉自体がもう裏側だろあれ。金玉自体が裏側なのに、金玉の裏側ってどこで。表じゃねえかよそれ。ちょ、マジ我慢できない、もうやばい。しかもどれがトイレか分かんないし、これ広くて、ちょマジでどれだよ。何あの案内、マジざっくりしすぎてて分かんないんだけど。杉田ってどこ、ないじゃん杉田って、どこだよ。なあ、杉田って原爆か。なあ、どれだよ、どう杉田んだよ。だってなかったじゃん。ちょ、ガチ無理本当に。うるせえ、どこだよ。マジでないじゃん。なんなの、適当なこと案内しやがってさ。ないよ、建物側なんか閉まってるから。この時間で公園のトイレ探してんだよ。ないじゃん。おめえがうるせえって、お前俺のうるせえよって見られて、お前ボリューム調整できるだろカス。そんなこともできないのかボンクラ。俺のうるせえよまだお前らの方で調整できるからいいだろ。こっちはお前夜中にわけわかんねえ鳥がギャーって鳴かれたら調整できねえんだよこのクソなあ。配信なんててめえで調整できるだろお前。あ、指だけかてめえは。指ねえのかよ。なあ、やり方わかんねえのかよ。教えてやろうかボンクラ。なあ、俺のうるせえはそっちにうるさくなくできるだろ。冒頭放送見てるからお前うるせえと思ったんだろお前。急に声がでかくなって、どうせコメントも書いてなくてお前ペーンとその辺に携帯放たらかして、垂れ流しにしてたんだろうが。だから急にうるせえと思ったんだろ。これか、何これ、これちげえだろこれ。何この旧青白王子んちみたいなやつ、これ違うじゃん。ないじゃん。
ないよトイレ、マジでないじゃん、もう無理なんだけど本当にないって。こっちか、これ、いやこれはひどいね、これひどいです、これ、これはマジ案内が悪い、これ案内マジゴミすぎ、これ見て、これ見て、このまっすぐこう行くよね、こう行くよね、俺こっちですはひどくない、これこう行くやん普通で、実は右でしたはないでしょ、それはないわ、全然合ってないよこれ、でしかもこれトイレですでしょこれ、バカじゃねえの本当に。大阪城梅林って書いてある、あすごい、でもライトアップされてる、24時までぐらいかな、殿っつって。ちなみに大阪城誰が主だったんだろう、ごめん俺あんま歴史史詳しくないんだけど、うん、あ豊臣秀吉なの、大殿じゃん、大殿じゃん、昔猿だったのに大殿じゃん、俺ね世界史なのよ、日本史取ってないのよね、まあそれでも常識かもしれないけどあまり覚えてない、入れる、お見えてきた、ピカー、失礼します、と殿、え殿遠いな、もう城ってぐる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 なってるんだよね、敵からの侵入を防ぐために、お堀とかから飛び込んで侵入しようとすると上から吹き矢みたいなやつで撃たれるんだよな、プッとか言ってネズミ返しとかあったりして登れないんだよね、だから日本全国さお城ってさ山の上の方とかいろんなところにあると思うんだけど、どこ行くのも結構しんどかったりするじゃん、到達できないようになってんだよね、工夫されてる、あ馬とか乗らないときついよね、おお大阪城、あでも綺麗だね、あここ綺麗、これ良くない、富士山と一緒でちょっと離れた方が綺麗に見えるかもね、お堀がある、大阪の街だ、えマジ無理この坂、これ合ってる、これとんでもない坂あるんだけど目の前に、もう富士山以来だよこれ登るの、いやマジきつい、ちょっと今日長いんだって殿、殿きついって、嫌がらせだろこれ、あすごいすげえ、めっちゃ近くに見えるぞ、うわすごい、ちょっとブレるよ一回足立てるからね、すごい綺麗、迫力あるわ、うわ月と城切ってみたい大阪城と月かっけー、あもうめっちゃ近いってか、やっぱ城でかいな、でかいわこうやって見るとでかっ、男の子たちとアベックしかいねえぞ、ハゲで坊主でデブは俺しかいない、こんなん恋に落ちちゃうじゃんこんなん見たら、俺さあんまり城興味なかったんだけど、これは綺麗だわ、夜綺麗だわ、ライトアップ人も少ないし、昼間もいいけど夜はまあ幾分涼しくなるし綺麗だわ、そこ左で正面、ああこれは素晴らしい、これは素晴らしいよ、すごいジグソーパズルみたい、とりあえずなんか道頓堀らしきところに入ってきて、まぶしいな看板が、さっきはみんなねすれ違う人ね、あの人だよねっていう感じでリアクションくれるんだけど、みんな多分名前が思い出せなくてそのままスルーするんだよね、あのあうんあうんうんみたいな、あこれあれだよね、これ尻尾のとこだ、金龍ラーメンのここの尻尾がブチ切れられて、こっちの向かいのねカニの手のところにあるんだよ、うん、あそこにね、そうここ知ってる、これ、あの金龍ラーメンの尻尾切られたやつですよね、切られたやつ、はいはい、そうです邪魔だから、そうでしょ、はい、そうです、これ見に来たのよ、うん、そうここにあんのよ、そう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 、あでも初めて知りました、初めて知った、はい、そうあそこがあの金龍ラーメンの尻尾がお隣さんのところに飛び出てて、で裁判で負けて切ることになったんだけど、やっぱその大阪のノリって言いますか、その切ったその龍の尻尾は実はカニさんでしたよって言って、10月ぐらいまであの手のところに龍の尻尾がついてるんだよ、そういうちょっと、なるほどですね、あすみません近いです、近いですいやちょっとコメントで、はい、つまんないやつ来たって感じいやすみません、そんなことないよね、いや、まあ、ちょっとこっちこっち、はい、みんな多分リアド作ると思うんで、あそうさすが、はい、ちょっとね汗すごいっすね、汗やばいよだって
ずっと京橋から歩いてきたんだから大阪城通ってずっと、まあ、大阪城でも歩かないです、ね、歩かない、歩かない、ね、やっぱ大阪やってたら高杉みたいなとこあるじゃない今はもう。いやいやいや、そんなことない、ね、そんなことない。違うの、やっぱり大ちゃんとかね。でも将来店出すんでしょ。明日には歯がなくなるかもしれませんと店出すんじゃないの。ね、たこ焼き屋、たこ焼き屋、たこ焼き屋いいですね。ねえ、いや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 。あ、来ました来ました来ました。これ道頓堀ですよ。これ大阪といえばこれ、あの恵比寿橋、通称引っ掛け橋。昔はここでナンパしてたっていうね。来たよ。岸辺露伴行きじゃないんだよ。ヘブンズドアじゃねえんだよ。ねえ、本に閉じ込めるぞ。グリコのライトは消えてますが。グリコでも一つ言っとくけど、今その大阪の西成ってディープスポットで、昔からのね、その大阪の中のこう暗部っていうかさ、暗い部分って言われがちだったと思うけど、まあ橋本さんがそれにメスを入れて今ね、あのバックパッカーはじめ外国の人も来たりだとか、まあ観光地になってきてるっていうところがあるのね。なんでまああくまでノリラジで行くけど、なんか変にこう悪くやりたいわけではないので、その現状を伝えたいっていうところなので、まあ例えばツイキャスの配信者の人が一生懸命炊き出しをやったりもしてるんで、なんか変にねこうわざとらしくネガティブに広める気はないので、まあ何もなければ何もないっていうし、なんか絡まれたら絡まれたらネタにしますけど、まあ、その辺はなんか今日という日のねリポートをできればなと思ってますんで、よろしくお願いします。あ、でもドキドキするね一人だとね。昔はマジでやばかった。知ってる、 YouTube に動画あるけど、あの火炎瓶とかさ投げてさ、警察とさ戦ってたもんね。西成の住民 VS 警察って言って抗争があってね、火炎瓶とか瓶とか投げてね戦ってたんですよ。もうだいぶ昔よ。そう だから西成の警察署ってブラジルの警察署みたいになんかめちゃくちゃなんかあの守られてるんだよね。ゲージみたいなのがあって要塞になってる、鉄格子にね囲まれてるんだよ。いやだから昔の名残ですよ。今そんなことやる人はいないと思うけど、またそれで警察に絡んでくるやつがいるかもしれないじゃん。だからあのごちごちに守られてるんです。そうで、その西成って言ってもそうだね、西成区って言ったら広いから、その西成の中の愛林地区って呼ばれるところだね。そのよくネットでニュースになったりとか、ネットでこう取り上げられるのは西成の中の愛林地区っていう。だから分かりやすく言うと桜区の中の中島みたいなもんだよ。そう、桜区って言い方したらさ、俺ん家も含め全部っていう風に聞こえるでしょ。だからその中の桜区の中島って言われたら、まあうちの近所みたいな、その中島の部分が西成の愛林と呼ばれるところで、特にそのああだこうだ言われるのはその愛林地区と呼ばれるところなので、西成が全部が全部そういうところじゃないので、あのそこはね間違えないようにしてください。まあ通称西成って言われてひっくるめて言われることがあるんですけど、まあ俺も最初そうやって言っちゃったね、訂正します。西成の中でも、まあ、その中の愛林地区って呼ばれるところが、あの日雇い労働者っていう、そう、あの要するに定職についてない人とかお仕事のない人たちが、そう日雇い労働者の人が集まっていて、まあ、仕事をもらって働いているっていう、そういうところになります。うん、なんで家がない人とか定住するところがない人がみんな愛林地区にやってきてホームレスしてたりとかね、ドヤ街だね。まあそのドヤ街っていうのは、あの愛林地区だけじゃなくて関東だったらね、横浜の寿町とかもそうだし、東京の昔は山谷なんかもドヤ街って言われるところですけど、まあその全国のドヤ街の中でも、まあ今でも色濃く残ってるのが、まあこの愛林地区というだけれども、そこにメスを入れたのが橋本さんで、そう道も綺麗になったし、ゴミも昔よりかは少なくなったし、揉め事も少なくなったし、なんなら宿が安くて若い子たちも泊まりに来るぐらいでございます。ですのでやばいんでしょやばいんでしょと思ってる人いるかもしれないけど、まあ、圧倒的に行き来しやすくはなりました。うん、ほんと若いお姉ちゃんとか男の子とかも愛林でホテル泊まったりするぐらいなんで、それなんでかっていうと、このでかい町大阪ってさ、やっぱりいろんなアーティストとかイベントごととかライブとか来るじゃん。だけどその梅田とかナンバーとかなると、もうどん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 ホテルが埋まっちゃうでしょ。まあ、そんな中西成とか愛林地区って言われるところはホテル余ってるんですよ。しかも安い、だから泊まりに来るんだよね。そう、星野リゾートのホテルがあったりとかね、うん、安く泊まれるん でしかも歩いてさ、道頓堀から30分40分ですから、そんな遠いわけじゃないじゃん。なのでね、昔に比べてね、いろんな人たちの出入りがありますからね。
まあやばいやばいって言われてるけど、だいぶ入りやすくなったと思うけども、やっぱり名残はあるんで、あの時とタイミング次第でなんか争い事があったりとかね、喧嘩があったりとか、警察が出動するようなこともあったりするという、まあそれはもうタイミングですという感じです、ね。まあ、ただまあ良くなったとはいえ、やっぱり今でも薬の売人とかちょっと普通じゃない人たちとかも歩いてたりするんで、まあ女の子がこう夜中に一人でうろうろっていうのはちょっと危ないと思います。もう大昔にはなりますけども、今から行く新今宮の駅のところのすぐ近くで看護師さんの女の人が刺し殺されたんだよね、うん、ググれば出てくると思いますけど、女の人が一人で歩いてたところをバサッてやられてぶっ殺されちゃったりとかってのもあったんですよ。わざわざこの男は、ね、大男は狙わないでしょ。いや狙われたことあるんだよ俺、昔ノートパソコン時代に配信してたら、目の前で吐き散らかしたおっさんが俺に土下座してきて、頼むからこれ買ってくれって言って、なんかさペチャペチャのボロボロの財布渡されてさ、これ500円で買ってくれって言われて買わされたりとかあったもん俺、毎日歩いてたら。本当にもう本当に生きていく金がねえんだって言って、でリスナーはねダメだっつって、そういう小じきにお金渡しちゃダメだっつって、絶対ダメだって言われたけど、いやこんな取れ高ないやろ他にと思って買っちゃったんだよね。もう本当に生活ができねえっつって泣くもんだからさ、俺の目の前で土下座して、そうだからまあ500円だったらいいやと思って500円渡したんですよ。でその後ふらっとこうアイリン地区一周して戻ってきたら、その土下座したところからちょっと奥行った居酒屋のところでワンカップ飲んでたんですよ、そのおっさん。ふざけんなよと思って、そうワンカップ飲んどったんですよ大関ね。え生活する金ねえって言ったのに俺の500円で酒飲んでんだよなあ、そういう街だっつって、ふざけんじゃねえっつって騙されたっていう。あとあの売人さんも見たことある、踏切の路地のところにいるね。あの一本大きい通りじゃなくて中入ったところの線路に沿ったところの路地裏あるんですけど、あそこの横のこう縦になってんだけど、こう横の暗いところにねいる。あそこは絶対配信やった方がいい。昔と変わってなければマジでいる。なんでわかるかっていうと、もうね顔見えないです。厚かろうがなんだろうがフードかぶってマスクしててこんなような感じ で男が2人こうやってポケットに手入れながらこうやって立ってんですよ。そうでパッて来た人にこうサッサッサみたいな。あ今もういないんだ。昔でもいたよねあそこ10年ぐらい前、めっちゃ怖かったもん俺。でそこで倉内さんが薬売りつけられたんだよ昔。大河倉内さんがもういかにも薬やりそうな顔と思われたのか、売人に薬売りつけられたんだよ。日曜日に行ったら三角公園のちょっと外れたところのエリアでなんかテレビがあって、そこで賭博しとったんです。で外に白いスーツ着た他にもこっち系の人が見張りしててなんかやっとったんです。だから10年前はまだその昔のこうディープなアイリンが残ってたと思うけど、今はもうないもん多分。そういうのどっかでやってんのかな分からんけど、闇市はまだあるやろうけどね。俺はでも10年前の大阪めっちゃ怖いもん。新大阪のさ駅でさステッカー売ってたらさ、あのうなちゃんマンみたいなおっさんにさ話しかけられてさ、誰にかかもらってしのいどるなお前、しのぎしとるのちゃうぞお前、殺すぞって言われた。うなちゃんマンみたいな腹抜けたおっさんに、誰にかかもらってお前しのぎしとるねお前、これはお前殺すぞってやめって言われて、あつべらにあるでしょ。いや本当に言われたからね俺、マジであるんですよ。タイミング悪いとめちゃくちゃいい街やけど、タイミング悪いとめっちゃ怖いね。フィラデルフィアかっていうぐらいなんか二人いた。なんかそうこういうのが西成って感じする。うん、壁もっぽくなってきたんじゃないかん。日払いって書いてあるほら。俺前ああいうところに泊まったらさ、指のないおっちゃんがさ、そう指と片目が見えない赤眼のおっさんがね、置いとったらあかんでって言われて、なんでですかって取られるっつって、靴は置いとったらあかんって、自分の部屋持ってきって言われて、なんかずっと泊まってるおっちゃんに教えてもらったもん。赤眼の、いや片目見えないおっちゃん、そんな入り口に置いとったら絶対取られるよって言って、だから部屋持ってった方がいいよって言って教えてもらった。なんか一泊800円のところでテレビ置いてあるけどつかないんで、筆箱みたいな細長い部屋で、
なんか鍵は子供の肘打ちでもぶち開きそうな、なんかフックかけるだけの鍵で、もう荷物絶対抱きしめながら寝ないとやられるやんみたいなとこ。え、鍵はあるんだけど、ほんともフック、フック。配信ができる串カツ屋ある、マジで。そこに行こう。行こう。なんか怒ってる警察が。え、俺？声うるさかった？ほら、言えよ、言えよ。ほら、いるじゃん。ほら、言えよ。ほら、外人いるじゃん。な、言えよ。言ってみろよ。そこにいるじゃん。目の前にいるじゃん、外国の人。じゃあ、俺座ったらダメなんだろ。止まったらダメなの。外国人さんいるよ。あ、俺日本人っす。言ってみろよ。ちょっと待って、なあ、それと同じことだよ。じゃあ、さえ、警察でも呼んでください。俺が110番してやろうか？なあ、言いたい人間にばっかり言ってんじゃねえよ。あー、ほんまよ。本当に人間だな。ちっちゃい人間。ここは自由地やから。え？ここに来ておられますけど、何もしてないよ。自由地？自由地やから。はい、言ってください。いや、別に座るにあたる。さようなら、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 バイバイ。なんか怒ってるわ。ほら、言いたいし、うん、多分ここで寝てる人がいて、警備員さんが寝ないでくださいって言ったんだけど、なんで俺だけに言うんだみたいな感じになってる。まるで俺のように吠えてるわ。え？あ、自分撮ってるんで、はい、大丈夫ですよ。え？あ、自撮りです。はい、大丈夫ですよ。はい、そんな強い言い方しなくても撮らないですよ。大丈夫ですよ。撮る人いるんですか？あ、そうですか。あ、そうなんですか。あ、大丈夫ですよ。全然撮らないですよ。だって普通のお父さんじゃないですか。取らねえってんだろ。だからいや、だからお父さんがそんなしつこく取らないで取らないって、別に自意識過剰っすよ。俺自分で喋ってるだけなんだから。え、 YouTuber の前と同じように自意識過剰やと言い張るから。まあでもそれ人それぞれでしょ。もう深夜だから、それぞれみんな大人しく。じゃあ自分の家帰ったらいいじゃん、それ言うんだったら。別にあなたの土地じゃないでしょ。だって散歩に来てるんだから。もう別に散歩に来てて、別に移動すればいいでしょうよ。そして別にあなただけの場所じゃないんだから。じゃあ俺だって、ここにいるのも俺の勝手だろうよ。じゃあいいじゃないですか。自撮りしてるよ。カメラの中に入ることがあるから。だから気をつけてるよ、気をつけてるよ。いや、喧嘩別にしたわけじゃないんですよ。カメラ映んねえとこ、はい、分かりました。で動画撮って、僕撮ってんすよ。いや、僕撮ってる。いやいや、触らないで、触らないで。僕撮ってんのよ。あんた撮ってるでしょ。あんた、僕が撮ってる。僕撮ってる。あんたが間違ってる。僕間違ってます。間違ってる。わかりました。じゃあ、はい、すいません。以上。でもお父さんも寝たらあかんすよ。そしたら俺もじゃあ間違ってやったらすぐ行くんですけど。いや、もうじゃあ、いや、だじゃあ触んないで。それ、わかったわかった。じゃあ触らないで。わかった、やめるよ。じゃあ触らないでください。じゃあ僕行きますんで。わかりました。消えろ。わかりました。じゃあ行きます。俺の目を見て話せ。わかりました。じゃあ行きます。すいませんでした。完全にやめろ。わかりました。どっちが間違ってる？じゃあ僕間違ってます。このさ、はい。あなた日本人だよね。日本人です。出身どこだ？僕岐阜です。俺青森だ。あ、そうなんです。はい。はい。青森どちらですか？弘前だ。はい。いいところじゃないですか。あんたもさ、この町のルール覚えな。わかりました。じゃあ気をつけます。で、この人が言ってることは正解なのよ。うんうん、この町のルールなの。わかりました。他とは。あ、じゃあ僕が知らなかったってことですね。それを勝手に取ってる。これさ、ぶち壊してもいいよ。いや、ダメですよ。それはダメです。キブさん、そうなっちゃう。刑事件してもいいよ。じゃあ、わかりました。じゃあ、警察呼んでください。ごめん。警察全然怖くねえ。ごめん。あ、そうですか。3年前に人刺して、大阪を。それはまずいっすわ。でも、気をつけましょう。でも。俺は刑務所も入ってる。はい。なあ、人殺し。まあ、わかりました。じゃあ、怖いものないの分かったっすけど。なあ、無敵の人だ。わかりました。じゃあ、僕気をつけます。その人に喧嘩うんな。わかりました。はい。無敵の人に喧嘩うんな。はい、すいませんでした。お前 YouTube やってんだから。すいませんでした。いや違います。僕生放送してました。自分とって。で今散歩してて友達と合流するんですけど。いいネタ、ね。いやネタにするつもりはないです。なので僕行きます。だったら。はい。日本橋楽しいから行ったっけ。わかりました。すいませんでした。本当すいません。行きます。ちゃんとつける。はい。了解しました。たださ、簡単にそうやって言うな。わ、はい、かりました。警察呼んでこよう。腹立つわ。法で裁いてやる。人の自撮り棒をつかみやがって。この野郎。こっちがちょっと下手に出ればわけわかんねえ武勇伝語りやがって。脅迫罪だぞこの野郎。手出される覚えねえだろうがよ。警備員に注意されてるやつかよ。叫んじゃねえよ。いや酔っ払ってると思うよ。うん、いや
多分おっちゃんは本当に嫌なんだと思う。多分おっちゃんはね、うん、それに多分座ってたベンチの兄ちゃんは乗っかってきたとか、多分兄ちゃんは多分寂しいんだよ。さっきの警備員にもやたら絡んでたけど、結局相手してほしいだけだと思うんだよね、おそらくね。だけど別に大阪来て喧嘩したいわけじゃないからね、俺もね。まあでも多分武器も何も持ってないと思う、おそらく。大人になったな。え、だってあそこで喧嘩したら放送バーになるもん。手出されたらさすがに俺も自分を守るために戦わなきゃいけなくなるから、そしたらだって血でも出ればバーになるからね、やだもん。別に謝って済むなら謝るけど、ただムカつきはするね、調子乗りやがってって思うけど。それはムカつくよ、だって別に俺悪いこと言ってねえじゃん、だって。まあだけどなんだろう、まあこっちもカメラ回してるからね、しょうがないよな。あそこに座った瞬間からうるさいとか言われてさ、どう見ても後ろの警備員と揉めてる声のがうるせえし、なのになぜか俺だけうるせえって言われたから、まあ多分その犬連れてるじいさんがカメラとかにやったら敏感なんだと思う。なんか YouTuber とかに映されたって言ってたから、多分過去嫌なことがあったんだろうね。だから俺が座った瞬間から、あ、またそういうやつ来たなっていうので、多分いい気せんかったんやろ。なんかジョーブログとかああいうちょっと人気なやつには多分ペコペコなんじゃない。で俺のことは知らねえからさ、まあなんかしょうもないやつがやってんだみたいな風に思ったやろ。まあ目は決まってたけどね、目は決まってた、充血してて寝てねえのか酒なのかなんかやってんのかは知らないけど、まあ普通の目ではなかったのは確か。いや別に怖いとかではないけど、なんか機材壊されるのが嫌だから、単純に握られて、とりあえずその手を離させなきゃなと思って相手に合わせたって感じ。そしたらなんかパッて離す、なんか噛みつき亀と一緒で、そう一回噛むと離さないから、まあどう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 って言ってパッて離したから、ピュッとこっち引き抜いて、ズルも引き抜いて、まああとはそこからはもうアフタートークだよね。あとはどのタイミングで離れるかなみたいな感じ。はい、ニコヤマが見てます。あ、そうですか。ずっとはい、ありがとうございます。ハグしていいですか。ごめんなさい、今ちょっとやってないですよ、トツ。あの、ハグして、いや今やってないですよ、トツ。ハグだけど。じゃあ今やってないです。ハグしたら帰る。今ちょっとやってないです。放送見てました、ニコ生から見てるって言ってますけど。ニコ生見てます。今もツイキャス見てました、僕のツイキャス。今のツイキャス見てましたかって聞いてるんですよ。ちょっと僕今、あの、おっさんでイライラしてるんで。そう。気をつけて、ちょっとルール守ってくないと困るから。はい。気にえよ。ちょしょんな。帰れ。外吉しかいねえのかよ、西成はよ。なあ、さっきからよ。マジ、本気切れるぞ、俺、マジで。本気で。配信切って切れるからな、俺マジで。もう自撮り棒でぶん殴るぞ、ほんと。高水何やってんだよ。いろいろありますな。いや、ディープじゃないですか、ディープディープ。ギリギリのところで。ギリギリのところでね、ディープじゃないですか。いや、多分寂しい人が多いんだなと思うよ、なんか絡み方からして。まあでも、しょうがないよね。その、住民の人とか、一般の人とかからは配信うざかられるのは仕方がないですけど。こっちもそれなりに配慮してやってるし、ダメな時はすいませんって言うんだけど、強く言われるとちょっとイラッとすることもありますよね、うん、こっちがゼロ配慮でさ、思いっきり映してどうのこうのってやってんだったら別だけど、そういうわけじゃないからね。怖いわ。でも西成は、あの、池袋の時のさ、ルンペンのあんちゃんと同じでさ、仲間呼んでくるんだよね。なんかマドハンドと一緒なんだよね。なんかどこからかわかんないけど、なんか全員結局なんか味方なのかわからないけど、マドハンドと一緒で仲間を呼ぶをしてくるんだよね。大阪やばい。いや別に大阪がやばいとか西成がやばいとかアイリンがやばいとか、まあ確かに確率は高いかもしれないけど、全国どこでもあり得る話なんで、それは。今生放送してたらね、夜中だし。まあでもなんからしさが出ましたよね。警察沙汰にならなくてよかった。いや警察沙汰待ってたよ。なんでこういう時通報しねえんだよと思って、俺あんなにおっさんと話引っ張ってんのにポリ呼べやと思って、ね、なんでだよみたいな。普段全然どうでもいい時にいたずら電話で警察呼ぶくせに、なんでここ呼ばねえんだよと思って、ずっと喋っててさ、引っ張っていつ来るかないつ来るかなと思って、高杉もいつ来るかなと思って、ずっと話引っ張ってんのに誰も来ないからね、マジで。俺ずっとこれおっさんと話しなきゃいけねえのかよと思って。いや引っ張ってたでしょ、どう考えたって。マジどうでもいいよ、話のほとんどが。こんな生きられて。そう、俺青森弘前なんだよ、お前どこだよ。そう、聞いといて岐阜の話全然広げてくれないし、この町のルールがあるんだよ。この町のルールはあるけど、それは行政でしょ。なんでその辺のお前おっちゃんがルール握っとんな、な、橋本かっていう。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。